ザ・ブッシュ・ワッカーズは、プロレスラーのブッチ・ミラーとルーク・ウィリアムスによって、結成されたプロレスのタッグチームである。1980年代までは、NWA 県を主戦場に、両者とも、ニュージーランド出身であることから、初期はザ・キウィズ、後にザ・シープ・ハーターズのチーム名を用い、狂乱ファイトを主体とするヒールのポジションで活動。1988年末からの、 WWF 登場を機にザ・ブッシュ・ワッカーズと改名し、コミカルなベビーフェイスに転じて、前座戦線を沸かせた。コンビ結成は、NWA ニュージーランド時代の1966年に遡る。当時、ブッチ・ミラーは、ザ・ブルーと、ルーク・ウィリアムスは、スイート・ウィリアムと名乗っていた。オーストラリアや、東南アジアを経て1972年に、 カナダのモントリオール地区に参戦後、1973年にスチュハートの主催するアルバータ州カルガリーのスタンピードレスリングに進出。ミラーはリングネームをニック・カーターと改名し、チーム名もニュージーランド出身であることをアピールするためにザキウィズと名付けられた。1974年1月にはカルガリー版のインターナショナルタッグ王座を獲得。 東京城グレート先の日本人チームとも同王座を争った。同年9月には揃って国際プロレスに参戦。9月16日に立山にてラッシャー木村グレートくさつの岩世界タッグ王座に挑戦している。国際プロレスではスーパースタービリー・グラハムやバロン・フォンダ・シク組んでの6人タッグマッチにも出場し、彼らの露払い役も務めた。 1979年5月にはそれぞれボブ・ミラー、スイート・ウィリアムスのリングネームで全日本プロレスに来日。空位となっていたアジアタック王座の王者チーム決定戦でグレート・ソロク大熊本寺の国道コンビと対戦したが敗退している。6月10日の北海道屈山町大会ではビル・ロビンソンと異色トリオを組みジャイアント・ババ・ジャンボ・ツルダ。 石川隆史組と6人タッグマッチで対戦した。同年より、チーム名をザ・シープ・ハーダーズに改め、太平洋岸北西部の PNW に進出。翌1980年にかけて、ロンスターアドリアン・アドニス、スタン・スター・ジャック&、ダッチ・サベージ、ロディ・バイパー&、リック・マーテルなどのチームを破り、NWA パシフィックのオス・ウェイスとタンク・オーザーを通算3回獲得した。 以降もヒールのタッグチームとして各地を転戦し、それぞれのリングネームもブッチ・ミラーとルーク・ウィリアムスで定着。1980年9月28日には、ノースカロライナ州シャーロットにて、バズ・ソイヤーマット・ボーンから NWA ミッドアトランティックタッグ王座を奪取。プエルトリコの WWC では、アブドーラ・ザ・ブッチャーとも共闘した。 1981年下期から1983年にかけてはミラーが一時的にニュージーランドに帰国したため、ウィリアムスは同じ南半球オーストラリア出身のジョナサン・ボイドを新パートナーに活動。ミラーがアメリカに戻ると1983年11月よりチームを再結成。メーサイズボンにタンクトップ、ボロボロのアーミーキャップという入場コスチュームも この時期に確立された。1984年3月4日には、サンアントニオで、ファビュラスワンズから、SCW 世界タッグ王座を奪取。1985年はプエルトリコを、主戦場に、G ・インベーダーズと WWC 北米タッグ王座を、争った。1986年3月16日には、ビル・ワットの UWF にて、テッド・デビアス スティーブ・ウィリアムスから UWF 世界タッグ王座をダッシュ。10月7日にはフロリダでファビュラス・ワンズを破り NWA ・ US タッグ王座を獲得。翌1987年1月10日にはテネシー州メンフィスのクアにてバッド・カンパニーを下しクア・インターナショナルタッグ王座にも退官。日本ではタッグ泥棒なる異名を付けられた。 1987年2月には新日本プロレスに来日して IWGP タッグ王座の決定リーグ戦に出場。国際、全日本、新日本とタッグチームとして昭和の3団体への登場を果たした。シリーズ中はアントニオ猪木坂口聖二の黄金コンビ山枝明高田信彦の UWF 勢とも対戦している。同年下期には ジムクロケットプロモーションズのフロリダでの興行に参戦。7月31日にマイアミオレンジボールにて行われたグレートアメリカンバッシュにも NWA フロリダタック王者チームとして出場し、ロニー・ガービンジミー・ガービンの挑戦を受けた。8月28日にはデートナビーチにおいてロードウォリアーズとスチールケージマッチで対戦。1988年4月に開催された タッグチームトーナメント、クロケットカップの第3回大会にも出場したが、2回戦で、ボビー・イートンとスタンレーンのミッドナイト・エクスプレスに敗退している。1988年末、チーム名を、ブッチ・ルークのザ・ブッシュ・ワッカーズに変更し、重慶帝同士という設定で WWF に登場。同年12月30日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンにおいて、 ニコライ・ボルコフとボリス・ズーコフのザ・ボルシェビクスを破りデビュー戦を飾った。ラフ・ファイト主体のヒールだったシープ・ハーダーズ時代とは異なり、コミック・リリーフを担当するベビーフェイスのベテランチームとして売り出され、ファビュラス・ルージョー・ブラザーズ、リズム・ブルース、オリエント・エクスプレスなど、主に B クラスのチームを構想相手にミッドカード戦線で活動。 そのコミカルなキャラクターで子供たちの人気を集めた。目を向いて口を歪曲させたユーモラスな表情に腕を頭上まで高く振り上げながらリングへ更新していく入場シーンがトレードマークとなり彼らのフィギュアもこれを模したポーズで制作されている。1990年12月には当時 WWF と提携していた SWS に来日した。w では タイトル戦線に絡むことはなく、大きな活躍の舞台は与えられなかったものの、1991年8月のサマースラム91では、アンドレザジャイアントをセコンドに迎え、ナチュラルディザスターズと対戦している。以降、WWF には1996年まで長期間にわたって在籍。レッスルマニアなどのビッグイベントでは、オープニングアクトのダークマッチに出場して、会場の 温め役を担い、同じく会場人気の高かった白装ジム・ドゥガンとトリオを組むことも多かった。WWF 対談後もブッシュワッカーズの名義でインディ団体を転戦し、1999年10月にミシシッピ州で行われたリユニオンイベントヒーローズ・オブ・レスリングでは、ボルコフとアイアンシークの往年の反米コンビと対戦。2001年4月1日には、レッスルマニア X7 の ギミックバトルロイヤルに出場し、久々の WWE 登場を果たした。チームを解散し引退してからは、ミラーはニュージーランドに帰国し、首都ウェリントンのプロレース団体、KPW のコミッショナーや、レスリングウェブサイトンツプウィーのコラムニストとして、活動。ウィリアムスは、かつて主戦場としていたプエルトリコにて、いわプエルトリコのブッカーを担当する一方、ティネ・ロー、 カナダのバスコシア州の有志など各地のインディー団体にスポット参戦。2010年11月にはスマッシュへの参戦で SWS 以来となる20年ぶりの来日を果たした。2015年チームとして WWE 電動に迎えられた。3月28日にカリフォルニア州サンロゼの SAP センターアートサンロゼにて行われた電動入り式典では かつて NWA フローリダ地区で彼らのマネージャーを務めていたジョニー・エースことジョン・ローリネーティスがインダクターを担当したザ・キューイズに関するカテゴリーザ・シープ・ハーダーズに関するカテゴリーありがとうございます